皆様こんにちは。n e t ッ p の田中と申します。本日私からは、SnapCenter 4.5って何が新しいの n e t ッ p の最新バックアップソリューションと題しまして、SnapCenter の最新版のご説明をいたします。SnapCenter は NetUp のバックアップソフトウェアですが、過去様々な名前とバージョンがリリースされた関係上、現在の ソフトウェアの名前、バージョンが複雑になっておりました。そこで今回、スナップセンターの最新版を中心に整理し、特に VMware のバックアップソリューションの最新情報をお届けしたいと思います。それでは、スナップセンターの成り立ちについてご紹介したいと思います。皆様は、スナップマネージャーという製品を覚えていらっしゃいますでしょうか ネットアップのストレージと連携し、アプリケーション整合性のあるスナップショットを取得する製品群になります。スナップマネージャーは、スナップドライブと連携して動作いたします。スナップマネージャー4、Microsoft Exchange Server、Microsoft SQL Server、Microsoft SharePoint、Microsoft Hyper-V4 Windows と Microsoft の製品の他に、Oracle, SAP, VMAir と バックアップを取る仕組みになっています。VMA は SnapManager4VI、SMVI からバー r ャルストレージコンソール VSC という名前に変わりました。これらの SnapManager の製品にはいくつか課題がございました。こちら、アプリケーション単位にインストールする必要がございますし、バックアップ製品ごとに異なる GUI を持っておりました。また SQL サーバー、SKL Server や Oracle、 vsphere など複数のアプ,アプリケーションを各ソフトウェアで個別管理いたします。また、この製品自身、ネットアップの現在のマルチハイブリッドクラウド環境やデータファブリックに似たいようなソフトウェアになっておりました。対象はハードウェアの FAS a v f ものですし、またクラウドを意識しない GUI になっております。現在の主流である REST API も まあ、サポートをされていなかったという事実もございました。スナップマネージャーと VSC の動作原理はこちらになります。例えば、スナップマネージャーの場合、こちらでいうと、SQL サーバー自身にスナップマネージャーとスナップドライブをインストールし、ネットアップの FAS、オンタップと連携した形で、正視点を取るアーキテクチャーになっています。VSC は、 v センターサーバーと VSC が連携し ESX サーバーを n e t ッ p の FASONTAP と連携した形で静止点を取るスナップショットを取得。そういう動作自身を VI クライアントで管理する形になります。ただ、昔のスナップマネージャーの管理ではサーバー単位にインストールが必要ですし、サーバー単位に管理の画面をコントロールしず、 必要がありました今回、スナップセンターをリリースしたことで、サーバーあるいはホストにプラグインだけをインストールする形になります。スナップセンター全体で管理するサーバーは1つ、各ホストにインストールされているプラグインを1つの GUI で管理することができるようになりました。また、n e t a p のストレージプラットフォームも FAS AFF だけではなくて、 オンタップセレクト、クラウドボリュームズオンタップ、その他 Amazon FSX4 ネタトアプオンタップも対応することになります。GUI を集中管理することで、アプリケーションの連携自身をプラグインで管理することができますので、非常に簡単にインストールができます。また、ロールベースアクセス制御、RBAC 機能を充実させて、 バックアップをより細かく実施することができるようになりました。スナップセンター概要になります。この絵の右側の方からご説明いたします。ネットアップのストレージがいくつかホストアプリケーションに接続されております。ホストアプリケーションにはプラグインが各々インストールされる形になります。 VMA w r e は VMA w r e の SCV プラグインという名前のプラグインがインストールされております。これらのホストプラグインを真ん中のスナップセンターサーバーが管理する形になります。スナップセンターはそれぞれ HA を組むことができるようになっています。HA は F5 ロードバランサーと MySQL レプリケーションを使ってください。また VMAHA w r e も使えるようになっております。 このスナップセンターサーバーは Web のインターフェースからアクセスすることができるようになっております。それぞれサポートするアプリケーションと、またカスタムプラグインでサポートできる各々の製品群がございますので、こちらご確認いただければと思います。スナップセンターがサポートしているプラグインの一覧です。上の方から エクスチェンジサーバー、SQL サーバー、a c l e SAP HANA とございまして、ファイルシステムとしては、Windows サーバーになります。Hypervisor は VMWare。カスタムプラグインでは、MongoDB、SAP m a x d b SAP のサイベース、IBMDB2, MySQL、My PostageSQL とございます。ストレージシステムとしては、NetApp の OnTap、 オンタップセレクト、クラウドボリュームズオンタップのほかに Amazon FSX4 ネットアップオンタップがございます。ここで2022年1月時点でのスナップマネージャー VSC、スナップドライブ、スナップクリエイターとスナップセンターの対応状況について確認したいと思います。ほとんどのスナップマネージャーはスナップセンターに引き継がれているのですが、 唯一、スナップマネージャー a シェアポイントだけは、後続のスナップセンターの提供はございません。また、スナップマネージャー h ハイパー V は、今現在も販売中の製品ですので、スナップセンターの提供ももちろんございません。それ以外に、VSC については、各機能自身が、オンタップツールズやプラグインに枝分かれしております。 また、スナップドライブ o ユニックスですが、プラグインのご提供はございません。カスタムプラグインに対応することになります。また、スナップクリエイターはそれぞれカスタムプラグインとして各アプリケーションや DB に対応することになります。次に、2022年1月時点でと、スナップマネージャー、スナップドライブの EOA、EOS 状況について確認します。 ほとんどのスナップマネージャーは EOA、EOS がアナウンスされております。真ん中のですね、太字、スナップマネージャーハイパー V だけはまだ販売中になっております。それぞれ EOA がアナウンスされておりますので、今現在アプリケーション単位でバックアップを取りたいというような場合は、スナップセンターのプラグインを採用する必要がありますので、ご注意ください。それでは、 スナップセンターの最新バージョン4.5についてアップデートを見ていきたいと思います。スナップセンターはサーバーとプラグインのアップデートがありますが、特にプラグインは各アプリケーション、サーバーのバージョンアップに伴いいくつかアップデートがございます。特に今回 LUN の最大容量のアップデートが大きな目玉になります。 また、SnapCenter プ,プラグイン for v m や VSphere ですが、特に VM データストアのルンが 128TB までサポートされたというのは大きなアップデートになります。また、各アプリケーションサーバーのアップデート対応状況ですが、それぞれ IMT をご覧いただき、最新のバージョンと プラグインのリリース状況について整合性を確認いただければ幸いです。追加で SnapCenter 4.5 P1 のアップデートがあります。こちらは SnapCenter がサポートしているストレージに FAS AFF ONTAP Select Cloud Volumes ONTAP に Amazon FSX4 NetApp ONTAP が追加されたというのが大きなアップデートになります。 もし Amazon FSX4 ネタポンタ p p を使いたいという場合であれば 4.5P1 アップデートをお使いください。それぞれの情報は参照ドキュメントリリースノートがございますのでこちらもチェックしていただければと思います。直近のアップデートですが2022年1月に Snap Center 4.6がリリースいたしました。Snap Center 4.6では LDAP をサポートし、セキュリティが向上しております。また、Oracle バックアップも機能改善が図られており、SAP も SAP HANA System Replication HSR をサポートしております。VMware のバックアップでは、VBOL 上の VM のバックアップリストアをサポートしますし、VCenter 7.0、アッ p d a t e 3もサポートするようになりました。 今回、このスナップセンター4.6が実装された CBS のプレビュー版も参加できるようになっております。オラクルと MSSQL の整合バックアップを取りたいというお客様であれば、プライマリーストレージから AWS あるいは Azure のオブジェクトストレージへバックアップする仕組みが実装されるようになりました。皆様は、ストレージオートメーションストアサイトというものをご存知でしょうか 今まで紹介する機会があまりなかったので初めて聞く方もいらっしゃるかと思います。こちら、スナップセンターのカスタムプラグインを使う際に必要な用途別アプリケーションの一覧になっています。コミュニティベースでサポートサイトアカウントが必要ですが、OngoDB、MySQL、DB2 など使いたい DB 単位の カスタムプラグインをこちらからダウンロードすることができますので、ぜひご利用お願いできればと思います。一番下にストレージというものがあるんですが、これは共有のバックアップを取る仕組みですので、もしかしたら使いたい方がいらっしゃるかもしれません。ぜひこのサイトもご参考になっていただければと思います。ネットアップも クラウドでスナップセンターサービスが使えるというのをご存知でしょうかネットアップのクラウドサービスであるクラウドマネージャーからスナップセンターのサービスをご利用になることができるようになっています。クラウドサービスですので、サーズという取り扱いになります。クラウドマネージャーの画面上、スナップセンターというタブがありまして、こちらから スナップセンターサービスをイネーブル化することができるようになっています。クラウドでスナップセンターが使えるということを初めて聞いた方もいらっしゃるかと思うんですが、まだスナップセンターサービスは自由になっておりません。まずはお試しで使っていただくようなフェーズになっております。スナップセンターサービスの UI からサービスコネクターを通して キューバネイテスのコンテナとしてスナップセンターのマイクロサービスを使っていただくことになります。まだいくつかのデータベース対応になっておりませんので、本格的に使うのはもう少し先の話になります。2022年1月現在のスナップセンターサービスでできることは限られています。Google Cloud の SAP HANA のバックアップ機能だけと いうふうになっております。クラウドマネージャーからどういった形でスナップセンターサービスをデプロイできるのか、どういった形のバックアップ、ログが出るのか、そういうイメージをつかんでいただくためのものになっております。スナップセンターサービスはバックアップの機能ですので、クラウドにバックアップできる n e t a p p のクラウドバックアップサービスと比較してみました。 クラウドバックアップサービスは c ラッシュコンシステンス e n c とスナップショットというアプリケーションと連携しないバックアップになります。逆にスナップセンターはアプリケーションと連携するバックアップになります。また、オブジェクトストレージへスナップショットのコピーをするものはクラウドバックアップサービスを使うのですがスナップセンターサービスと連携した形でスナップセンターサービスのバックアップを オブジェクトストレージの方へコピーできますまた表示可能なカタログによるオブジェクトストレージからの別の場所へのボリュームとファイルのリストアはクラウドバックアップサービスが機能として持っていますオブジェクトストレージから別の場所へのアプリケーションのリストは、クラウドあるいはオンプレミスに関してはスナップセンターサービスがその機能を持っています エンタープライズアプリケーションのインプレイスリストアなどは、やはりアプリケーションと連携できるスナップセンターサービスが有効ですし、またエンタープライズアプリケーションの開発テスト環境のクローンあるいは再利用したい、そういった場合はスナップセンターサービスが非常に有欲になります。スナップセンターサービスの機能について、 将来像も含むんですが、こういった形で考えてみました。オンプレミスはスナップセンター自身がインストールされて、クラウドはスナップセンターサービスがインストールされます。オンプレミスとクラウドを連携するハイブリッド環境では、スナップセンターサービスとスナップセンター自身が連携する形ですね。では、どんなものが使用用途として考えられるかなんですが、 まずはクラウドへのバックアップです。もちろんクラウドで動くサービスですので、クラウドへのバックアップは非常に親和性が高いかと思います。次に、クラウドを連携させるんですが、スナップショットを使ったクローンですね。開発、テスト用に使うケースが考えられます。次に、クラウドの アザサービス、DB アザサービスや VM アザサービスのような、そういった使い方も考えられるのかなと思っております。次に、クラウド間のリージョン、レプリケーションですね。これは、やはり、あの、クラウドハイブリッドクラウドで使う場合によく使われるかと思いますし、DR やバックアップ用途で、こういうリージョン間のレプリケーションっていうのは必要になってくるかと思います。最後、 オンプレのクラウドへの移行や DR にもやはり使えるんではないかというふうに思っております。ここからスナップセンターでよく利用される VMA w r e のバックアップと各機能ソリューションについて紹介していきたいと思います。スナップセンターを VMA w r e で使う場合に単純にバックアップを取るだけではなく 仮想マシン単位の管理が可能というのも特徴になります。バックアップリストアだけではなく、パフォーマンス制御、QS を作ったり、容量やパフォーマンス監視を行ったり、あるいはクローニングでいくつかの VMware のソリューションに活用できたり、ということができるようになっております。NetApp と VMware のインテグレーションをまとめてみました。 様々なインテグレーションがあります。まずは VAI for NFS ですね。a p プの得意な NFS を使った VAI が可能になっております。次に Snap Center Plugin Package for VMware、略して SCV ですが、これは Snap Center と連携したバックアップリストアの機能になります。そして左側の方、Contact Tools for VMware vSphere というものがあります。 これは VSC、SRA、v e r s a Provider のようないくつかの VMR 連携のソリューションをパッケージしたものになっております。VMR のバックアンプを取るために必要なプラグイン、Snap Center Plugin for VMR VSphere、楽して SCV についてご説明したいと思います。 これは従来 VSC という名前で提供していたバックアップリストアの機能になります。Snap Center Plugin for VMware vSphere 略して SCV。こちらは仮想マシンのオンラインバックアップを取るのが大きな目的になります。VMware と統合されておりますので、Web ツールから GUI でバックアップが取ることができるようになっております。 データストア単位、VMA 単位でバックアップ、あるいはリストアが可能になっております。また、VM のスナップショットと連携したオンラインバックアップにも対応しました。スナップミラーと連携し、遠隔地にバックアップ、あるいはレプリケーションを取ることができるようになっております。また、このスナップセンタープラグイン 4VMA vSphere はライセンスフリーですので、無償でお使いになることができるようになっております。 スナップセンターを使った VMware のバックアップですが、実は二通りの使い方があります。アプリケーション単位のバックアップ、仮想マシン単体のバックアップで二通りの使い方があります。 VMDK を使ったアプリケーションのバックアップリストは、この絵で言うと左側の方なんですが、アプリケーション整合のバックアップを取得する関係上、s n スナップセンターサーバーが必要になります。それぞれアプリケーションにはプラグインをインストールする必要があります。ただ、VMA だけのバックアップが取りたい場合、クラッシュ整合性、VMA 整合のバックアップを取得する場合は、s n スナップセンターサーバーは 不要になります。Snap Center プ,プラグイン for VMware vSphere を OVA の形式で vCenter サーバーにインストールすることで、vCenter サーバーとこのプラグインが連携して仮想マシンのバックアップ、あるいはリストアを取ることができるようになっております。Snap Center プ,プラグイン for VMware vSphere SCB のインストール手順をまとめてみました。こちらは、 デプロイメントワークフローの方に詳しく書かれています。VM、データストアだけのバックアップでいいのか、VApp や RDM の保護が必要なのかで、VCenter ーサーバーが必要になるかどうかというものが分かれてきます。VM、データストアのみの保護であれば、SnapCenter p l u イ i n f o VM や V3 はインストールだけで済みますので、 必ずしもスナップセンターサーバーが VMware のバックアップに必要というわけではございません。ここで VMware のバックアップリカバーリーについて、スナップセンターの現在までのバージョンの機能と推移について説明してみたいと思います。皆様はネットアップの VMware のバックアップというと、SMB という名前や VSC という名前を聞いたかと思います。 ナップセンターのプラグインに至るまで、いくつかのバージョンと名前変更があった関係上、少し混乱する場合があったかと思います。このフローズで見てみますと、まず SMVI でリリースした NetApp のバックアップリストアの機能ですが、VSC2.0 から SMBI のライセンスとして必要になりました。また、6.2から7.0に移るタイミングで、VSC は Snap Center Plugin for VM や VSphere に切り替わりました。この、この時は Snap Center Server との連携が必要だったのですが、4.1から4.2のバージョンの切り替えで、Snap Center Server がなくとも、 プラグインだけで動作するというものになっております。このプラグインで動作するタイミングで NetApp Data Broker NDB という名前に変更されたのですが、また4.3からバージョンが元に戻りまして、名前も SCV のまま4.5に至っております。また VSC 自身はバックアップリカバリー機能を Snap センターのプラグインに に関した関係上、それ以外の機能としてバージョンがアップされてきてまいりました。現在は OnTapTools for VM や VSphere OTV という名前に変わっておりますが、現時点 OnTap9.8 以降と対応した OTV の9.8がリリースされる形になっております。SnapCenter Plugin for VM や VSphere では、 ファイルやフォルダ単位のリストアが可能になっております。こちらの画面、n e t a p Snap Center から、ゲストファイルリストアというメニューを選んでいただくことで、VMDK のアタッチデタッチが可能になります。スナップショットで出力した VMDK をアタッチして、それをそのままファイルマウントしてファイルをリストアするという方法で、 シングルファイルのリカバリーが可能になっております。こちらがウェ s フィアウェ Web イアントからのスナップセンターのメニュー画面になります。左側がスナップセンターのメニューです。リソースグループを作ったり、リソースグループにメンバーを追加したり、バーチャルディスクをアタッチしたりデタッチすることができます。また、リストアのオペレーションやゲストファイルリストアも可能になっています。 右側の画面が VSC のメニューになります。ホストのモニタリングや NFS の VAAI、こちらのインストール、ホストのリコメンデーションの値の設定など、様々な VMAI に関わるオペレーションが可能になっています。こちらが VSC の画面になります。VSC からは管理したいストレージの検出や追加、 データストアのプロビジョニングなどが可能になります。また、ダッシュボードを表示して、ストレージの状況を確認したり、クレディンシャルやアラーム指揮位置などの設定も可能になっています。この画面は NFS プラグイン、VM や VAI がインストールされた後の VSphere の画面オペレーションになります。この例で言うと、クローン作成、 仮想マシンにクローンを作成というオペレーションをすると、実際はこの VM ウの裏でストレージの方がクローニングを実施しております。そのため、実際時間がかかるクローニングに関しても、この例でいうと約4秒で終了しています。2 0ギガの VM のクローンが4秒で終わるということは、裏でネットアップのフルックスクローンがバックグラウンドで動いていると。 ということになりますオンタップツールズ 4VM や VSphere 略して OTV ですがこれは過去 VSC と呼ばれた製品の一つになっています3つのツールを統合したものが OTV になっております VSC の名前が OTV に変わったと考えても問題ありませんこの OTV の中にバーチャルストレージコンソール VSC vSphere API for Storage Awareness バーサープロバイダーと呼ばれるものですね。こちらと Storage Replication Adapter SRA3 つの機能が梱包された形で提供されます。最後にライセンスに関してご説明いたします。ライセンスは Snap スセンターに代わっていくつかアップデートがございますので、こちらに注意点を並べてみました。 スナップセンター関連ライセンスのアップデートになります。2022年1月現在のスナップセンターサーバー4.5、スナップセンタープラグイン 4VM a e VSphere、SCV4.5 のライセンスアップデートをご説明いたします。VM e のバックアウンドリカバリーは ONTAP のスナップショットを利用しますので、ONTAP の機能ライセンスとしてスナップリストアー、FlexClone が必要になります。 明日2600、8200 26、9000シリーズ以降のシステムでは、スナップリストア、フレックスクローンは、プレミアムバンドル、フラッシュバンドル、またはコアバンドルに含まれます。明日2500、8000シリーズのシステムでは、スナップリストア、フレックスクローンライセンスを個別に購入する必要がありました。2番目に、スナップセンター4.2以降では、スナップセンターサーバーを利用せずに SCV、 スナップセンタープラグイン r v m や VSphere がインストール可能になっています。SCV の最新バージョンの SCV4.4 からは SCV 自身も無償となりました。このため SCV 単体で利用する場合はスナップセンターライセンスは不要になっております。4番目、スナップセンターサーバーの利用にはスナップセンターライセンスが必要です。こちらはプレミアムバンドル、フラッシュバンドル、 またはデータプロテクションのバーロンに含まれます。2022年1月28日以降は、このスナップセンターライセンスがアンチランサムウェアスイートにも含まれることになりました。スナップマネージャースイートライセンスをすでに適用しているコントローラーは、スナップセンタースタンダードライセンスを別途追加することなく、スナップセンターを利用可能です。ホストベース、コントローラーベースの 古いスナップマネージャーライセンスはスナップセンターに移行不可ですのでご注意ください。はい、まとめです。スナップセンターについてご説明してまいりましたが、スナップセンターはスナップマネージャーに代わるアプリケーション単位の整合性を取るバックアップになります。また、スナップセンターはネットアップのデータファブリックやクラウドに対応する ソフトウェアとしてリリースされることになります。スナップセンターサービスというクラウドにより連携が深いソリューションがリリースされますし、また VMware との連携も非常に強いということがわかりました。今後もぜひスナップセンターのアップデートについてご期待いただければと思います。以上で私のセッションを終了したいと思います。 ご視聴ありがとうございました。